こんにちは、デリッシュキッチンです。サンマ重を作ります。サンマ2尾を用意し、尾から頭に向かって包丁の先を動かして鱗を取ります。頭を切り落としましょう。腹の部分から尻びれの部分の身を切り落とします。綿を取り除き、内臓、血合いを流水で洗い流しましょう。水気を拭き取り、腹側を手前にしておき、腹の切り目から包丁を入れます。中骨に沿わせるように尾の付け根まで切りましょう。返して向きを逆にし、頭から尾に向けて下身を切り離します。腹骨の部分を削ぎ落としましょう。下処理が終わったサンマはキッチンペーパーで水気を拭き取りましょう。薄力粉を適量サンマに薄くまぶします。フライパンにサラダ油大さじ2を熱し、皮目を下にしてサンマを入れ、焼き色がつくまで中火で両面焼きます。酒大さじ1、みりん大さじ1、砂糖大さじ1、醤油大さじ1と1/2を加え、照りが出るまで煮絡めます。ご飯丼2杯分を器に入れ、サンマをのせます。三つ葉を少々のせ、お好みで山椒を振って完成です。